もう時間がないのだ女帝ダリア町の魔海族が騒がしいさらにあまたの者が屈し反乱に転じている鍵を得るために騒乱を巻き起こす彼らの意図は明白だこの流れに続き横島な輩がうごめいている魔界族だけではなく そこ知れない漆黒の力をも意のままにしているとはそなたの言う通り彼らの目的はエリジウムに違いありませんしかしそれは許されぬことならば決断せよ女帝 そなたの言う通りですもはやこれは君主の義務ではありませんわらわの使命でありわらわの失態の重にうん うん、やっと目覚ましやがったな、小ウサギ誰よあなた、ここはどこざけんなよ、てめえから潜り込んできといて ここがどこかわからねえだと潜り込んで俺たちの根城のそばで目回してたのをと捕っまえたんだ俺たちはアズで悪名を轟かせた野党集団ゴールドハンド団だ言うまでもねえが俺様も誉れ高い団員だぜそんな私は諸スに向かってたはず。 それがどうしてこんなところに私をどうするつもりなんですかどうしたもんかな捕まえたのは俺たちだ好きなようにさせてもらうぜはははははは ガラクタを探しても無駄だぜもうみんなゴールドハンド団のもんだ <laughs> 取ったの俺様は偉大なリバルドだ欲しいものは何でも手に入れるさ裸に貧向かれなかっただけで感謝しな <laughs> さあ、ケット俺様はこれから大事な集会だ てめえのこもりなんざしてられねえんだよてめえが狙ってたのは俺たちが最近手に入れた宝物だろそいつは最上階に保管されてんだ閉じ込められたてめえには手も足も出ねえよいや、お願い、待って やっといなくなったかな。聞いてもない隠し場所を教えてくれるとか、信じらんない。あのお馬鹿さんのおかげで楽な仕事になりそうね。まずは持ち物を回収して、それから宝物もいただきよ。 全部ここにあるみたい。ふ <laughs> 確かにちょっとくたびれてるけど、最高級の素材で作られてる装備をガラクタ呼ばわりなんて、見る目ないわね。トラブルに出くわしたら奥の手を使うつもりだったけど、その必要はなさそう。大したことないわね、こいつら。 あんな脳筋にここを任せて本当に大丈夫って思ってんのかよあいつには便所掃除が似合ってるぜ筋肉の無駄遣いだと思うがまあ君の言う通りだ他の同士たちももう少し彼みたいにマメに掃除してくれればここの砂ぼこりも少しは減らせるだろうに 褒めてたつもりないんだけど。彼も彼なりに価値があるのさ。どっちにしろ、団長が決めたことだ。三十年前に、宮廷の上空で何かが壊れ、数多くのアストラルギアが世界中に散らばったのを教えてくれたのが、団長だ。ハエあるギアの収集任務は、我々、エンフォーサーに、 任されている分かってるけどさふん、<laughs> 気にするな。我々の縄張りの中でゴールドハンド団にて突こうとする者はこのアズにはいない。いやだなあまあボスが言うならしゃあねえか。 ん、<laughs> いいこと聞いちゃった。 膨大なマナで溢れている異物ねすごいエネルギー波動が溢れ出てるいたぞ侵入者だ ブラストバインズか。 野党だもんね。どこででも育てちゃうよね。この鶴、暗礁好むらしいし。このブラストオーブ、いい感じに使えそう え <laughs> おぉどういうこと<あ>小うさぎ？俺たちの持ってる一番頑丈な縄で縛った上、錠までつけたってのに、どうやって。扉も全部ロックしたはずだぜそれを全部すり抜けるなんざあり得ねえ私みたいな天才エンジニアにかかれば、あんなロックなんて朝飯前ってね。 それに、大事な集会に行くとか言ってたのに、見れば下水清掃班の指揮してるじゃないもしかしてあんた、この一味じゃチンケな抜け作マさんってとこじゃない誰が抜け作マさんだあれれれ、ごめん。思ったことすぐ言っちゃうんだよね。でもあんた、やっぱり抜け作だよね。 シャラクセねえ。ぅア運が悪かったなゴールドハンド団にケンカを売るってことは偉大なるリバルド様にケンカを売るってことだ、うん

もう時間を無駄にしてらんないの。さっさと退場しちゃって の傷のうずき、一体どういうことだてめえ。俺様と同じ獣人族なのにマナが違いすぎる。変だよね。なんでかな。くそったれ。覚えてやがれ。俺たち野党は絶対にこんな屈辱を許さねえからな。 《チェここのドアもロックされてんの面倒だな》<laughs> そろそろ姿を現したらそこにいるのは分かってるんだからコホンご本ご機嫌ようですわあー 私こそ、高潔にした神聖であり、まばゆい美貌を誇る天使セリアですわ。あなたが私との出会いに感嘆するのも不思議ではありませんが、どうか頭を上げて。下げてないし。あんた戦っている間ずっと覗いてたでしょ。なんかよ。安心なさい。私は敵ではなくってよ。 高潔にして神聖であり、まばゆい美貌を誇る天使セリア様の姿に目を奪われて。奪われてないし。私の獲物をかすめ取ろうったってそうはいかないっての。後悔させてやるんだから。ちょっと、最後まで私の話を聞きなさいな。私は、義に生きる、誇り高いバルハラの民ですわ。 そんな卑怯な真似はしませんことよ。バルハラ。バルハラの天使って、人間の統治がなくなった後に自らの文化を築いた魔界族だっけご名答ですわ。ならば私の一族の誉れ高き評判はご存知ですわよね。あんたたちの種族にこんなところで出会うとは思わなかったな。 やばそうだから退散しよっと。ちょっとお待ちなさいなこんな取引はいかがあなたがここから脱出するために力を貸すだけではなく、アストラルギアを探す手助けもして差し上げますわ。えアストラルギアのことを知ってるのもちろんですわ。今しがた。 あなたが手に入れた歯車の形をした遺物です。やっぱ覗いてたんじゃん。うん、私の仕事はデータを集めること。データハンターとして情報をバルハラへと送るのが私の任務ですのよ。あなたを追跡したのはそのためですわ。 でも、あなたは、面白い存在ですわね。大いに興味深いこと。獣人族は、シジルなくしてマナを取り扱えないはず。生まれつきマナを備えている人族や魔界族とは違い。獣人族はシジルを使っても、その効力に限界がありますの。 ところが今の戦いであなたは、驚くべき効率でシジルを活用しましたわね。賞賛に値しますわ。ま、私って天才だから。うん。いずれにせよ、あなたの目覚ましい活躍を目にして、私決めましたの。あなたは私の協力者になるべきですわ。協力者何を協力するって言うの 今しがた、あなたが手に入れた歯車の形をした異物をめぐってですわ。現在バルハラとしてはギアの状態を確認、記録することを主たる課題としていますが、どのように活用をされているかも調査しています。それゆえ、情報網から定期的にアストラルギアについての最新情報などが届けられますの。 その情報を共有いたしますわ私たちの利害は一致していますあなたの探索にも役立ちますわふん <laughs> うまく丸め込めそうですわこの子がアストラルギアの収集に熱を入れてくれれば軽くそそのかすだけでうまくことが運びそう ギアをまとめてバルハラに持ち帰れば誰しも私の素晴らしさを認めることでしょうねさすればあのお方もきっと私に気づいてくれるはずですわあ後ろはい後ろってうわーっ <laughs> 今度は何お願い助けてください僕、ずっと残酷で恐ろしい怪物に一日中追い回されているんです迷子で腹ペコなんです。それで、あ、あれ何私の耳がどうかしたあ、えっ、ー、と、じろじろ見ちゃってごめんなさい。僕の感じたものは、 人間のだと思っていたんです。人族の助けが欲しくて、道案内とか。それでここまでマナの跡を追ってきたんですけど。でも、なんか勘違いしちゃってたみたいです。僕、思ったより疲れてたんですね。僕の名前はセーブル。タルタロスから来ました。タルタロス悪魔たちの町ね。 天使と悪魔エンジェルとデーモンに同じ場所で出くわすなんてありえない裏でなんか企んでんじゃないどういうことですか天使ってあんたの足元うわごめんなさいパニクってたんで気づいてませんでしたう,ん、ふう悪魔 うったつりなさい焦んなくていいって、人畜無害よ、この子。どうしてそう言い切れますのアストラルギアを盗みに来たに違いありませんわ白状なさい、あやかしアス、通れるにはあ、ごめんなさい。何のことかわかんないです。僕は迷子になって、いつの間にかここに来ちゃっただけです。 迷子ですってお黙りなさい私を騙せるとでも思って本当ですよ地表への出口を探してるだけなんですよ僕はアナテマの町に向かってるんだけど、すぐに迷っちゃうんです。だから地図に頼ってるんですけど、これがすごくわかりづらくて。ナテマ 三十年前、魔界族の反乱の発端となった都市ですわね。なぜそこへあなたのような祖国者が行っていい場所ではありませんのよ。僕は、僕は行かなくちゃならないんです。了解。決めたわ。セリア、ついてきていいよ。セーブル、あんたもね。え,え二人とも来て欲しいのよ。 さあ、行こう。意義ありですわ。なんでこんな不審者を仲間にしますの悪魔なんですよ、この子。うざくてうるさいのと、当たりが柔らかで可愛いのが一人ずつで、バランスとってんの。うざいのって、この子のことですわよね。可愛い,い。絶対僕のことじゃないな。 当たり前ですわ可愛いのは私セーブルを連れて行くのが条件よ。もし同意できないなら、誰か違う協力者を見つけることね。のかわいい魔界族をペットにするのは、バニーガールエンジニアの夢だからね。はい。えなんでもなーい。 ともかくここから抜け出して、何か美味しいものを食べたいなら、私についてくればいいの。私の名前はテビー。もう一人は、コ慢マンおっぱいとでも呼べばいいんじゃない失礼、この上ありませんわ。私こそ、高血にして神聖であり、まばゆい美貌を誇る天使セリア。ここ、コマンおっぱいとか、俗な呼び方はおやしになって それに、バルハラでは、このようなふくよかなちぶさは身分の高さの象徴です。この巨乳、わたくし、気に入ってますことよ。お二人とも素敵なお名前です。お目にかかれて僕は嬉しいです。まずはここからの脱出ね。セリア、どっちに行けばいい その前に一つ提案がありますの。何私のようにきらびやかな天使は人目を引きますの。普段なら歓迎ですけど、そこのあくまで一緒に行動しているのを見られるのはごめんですわ。そこで、私とこの子が違う形態になるよう何かと統合してほしいんですの。例えば、あなたのオービターとかいかが あなたのような有能な魔法使いでしたら、アストラルギアの力を借りれば結合は難しくないでしょうマナを用い、魔界族の私たち二人の子は、オンパロスを操作して違う形態へと変化、圧縮するのですわ。それにこれは、そのアストラルギアが本物かどうか確認する絶好の機会ですし。 つまりアストラルギアを使えば、あんたたち二人は私のオービターに宿ることができるってことごめんと、頭の回転が速いのはいいことですわ。もっとも、統合のやり方はあまり知られておらず、かなり大変ですの。でも心配ご無用ですわ。こちらに秘伝の手引き書を。いらない。やってみる。 うわーなんか変な感じです僕たち本当に今オービターの中にいるんですか確かにこの方が悪目立ちせずに済みそうね本当にアストラルギアを使うのはこれが初めてなのですかマナをこんな簡単に操るなんて ちょっと怖いくらい。圧縮とか統合とか爆破とか、全部魔術でいろいろできるけど、結局はマナの扱い方の応用じゃんそちらに光り輝く亀裂がありますわね。あれは地形の脆弱な部分で、 オービターのため攻撃で簡単に壊せますの。あの亀裂の向こう側にある通路は最も近い出口へと繋がっていますわ。脱出に必要なものもあるんじゃなくって